さあ、ここの回 A リーグ配信対局始まりました。 A ルールの対局となります。このハンチャンに関しては実況解説一人でこの最高位戦九州本部白石浩二がさせていただくことになっております。次のハンチャンからはね、実況の方が来て、僕は解説という形でやっていくことになると思います。さあ、シャーチャワブリッツさん、なかなかいい手が来てます。ペーチャがオッカン、あ、ごめんペーチャが、あ、イチローさんのシーチャーですね。ドラは何ですね。さあ、ダブトンをどうするかっていうところをじい様が今考えているところですね。自分の手を本日にしたいとかというよりは、トンの切り時、ヤグハイの切り時を考えているといった感じでしょうか。さあ、ここは切っていきました。俺は勝つと書いてますね、ブリッツさん。 G ピンの重なり、なかなか嬉しい牌ですね。これで面単ピンとかマンズの一気通貫なんかが見えてくるといいかなって感じですね。素直にいらない牌はチュンですが、あ、素直にいってきました。さあ、ピンズの本質が色濃く見えているのがオカン選手。さあ、3万もチーマンもピンズの本質のためにはいらない牌ですが、まあ、実際にちょっと落ち着いて考えるとこれ単品っていうこともありますからね。少し考えましたね。さあ、親の一郎さんは、まあ、手なりで形を作っていってます。さあ、じい様は薬牌を並べていって、これは単品進行ですね。さあ、急走が重なった、だからなんだみたいな牌ですね。1枚がれの急走、紡ぎる手もありましたが、ここは残していきました。こうしておくことでピンズの伸びなんかには対応できる形ですね。さあ、いいピンが重なって、うん、あまり本意ではないつもですけど、期待以上は仕方ないといった感じでしょうか。さあ、ドラの難が来ました。ブリッツさん、どうしていくか。あ、パワーマンを切りましたね。マンズの一気通貫を切って、まあ、手なり進行とドラの難が重なった時に高い手になればいいかなといった感じでしょうか。さあ、じい様は白は親の現物として残していっている感じでしょうかね。さあ、初を引いて考える。しかし、質問を言っていく。オカン選手は数層ウーソと並べてしまった形になるので、まあ断然ここは本一だと。さあ、イチローさん、ここは分岐点だ。形を取るのか定役を取るのかというところですが、ピンズは特に上茶のオカンさんが集めている感じがしてあまり良くないと。おお、しかしここは定役の方を取っていきましたね、強く。さあ、ウカン選手がこのリャンピンやパワーピン、まあ、あとサブローピンやスッチーピンを仕掛けていくのかどうかっていうところも一つ注目ポイントですね。さあ、両面ターツ落としが見えてきたぞ。親は狙ってんなと。3層がアンコになって、これは脳みきのインシャンテンですが、ローピンにひっついてからのタニアオ変化なんかもじい様は見ていると思います。サブリッツさんチューンは完全な安牌ですね。さあ、ここである程度形を決めてきました。うん、今のチーピンですね、あれをチーする、まあ、チーするにしてもいろんな形があるんですけど、オカン選手は一旦していくという手もあったんですが、ここは一旦受けました。受けたというか、中津の選択を取りましたね。それを受けて数層引いた、かなり広くなりましたね。さあ、マンズの伸びをさらに見るか、安全度を保つか。うん、うん、切っていきました。さあ、安全度でいいものを残すか、数層を先に切るかというところですが、ここを切りましたね。これはバニションパイのドラの難の切り時っていうのがなかなか難しくなってきましたね。1枚だけ浮いてる人なんかは。さあ、これテンパイですね。これはイースワンリーチ打ちますか。あ、打たず、イーピンの取り落としと。
ここからもしかして一色手なんかも見ているのかもしれないですね。イースランド馬強自体はものすごく良さそうなので打つ手もあったかもしれないのですが、ケチな展望は広きないとじいさまさんは判断しましたね。さあ各社つむぎが続いております。流派は地獄の牌ですね、2枚枯れです。さあパーソー、まあこれはつむぎるのが普通でしょうか。さあハーピンが残ったぞ。一応リアンシャン点ですかね。さあ数層泣いてテンパイローリングしつつ一色手を見るという形でしょうかね。あ、カウンサンスが泣きましたね。なるほど。あ、テンパイを取らずか。あ、これ3層のポンが出たらできますね。さあどうする。しかしここは打たない。この仕掛けに対して難はさらに切りづらいですね。じいさまさんはなんちゃということもあります。まあほぼ一色手に見えますが、小さい切っていった。これは感じ小さになりますか、これで依然イーシャンテンではあるものの、テンパイにする可能性はかなり高い形になってますね。ここは3層9層なんと置いているので、ちょっとこの手では進行しづらいでしょうか。ブリッツさん、うん、完全に抜けましたね。さあ急走、急走は切っていく。さあ難を持ってきたのはじいさまさんですが、これは切りづらい牌に逆になってしまいました。ただ周りが受け気配だなと思うと切れるんですけれど、親の一郎さんは結構強く踏み込んできているので、これ意外と切る牌がなくなっちゃうパターンですね。ただこのヤンゾーは、しかし行きました。これはチーテンですね。チーシン何単機に天杯取るんじゃないでしょうか。うん、取りました。しかしイーシャンテンから何でも切ってきましたね、一郎さん。ここは強くいかねばと、最初の親番。強気の選択に出ましたね。お見事ですね。ブリッツさん、まあ、ここはもう手を崩しています。さあ問題は親の一郎さんがテンパイ取れるかどうかというところに集まってきました。コタンさんもね、この手チャンス手に見えますけど、もうどうしようもないですね。スーピンを合わせていきます。さあウッパーペンでテンパれるが、いいそう、一旦返しますか。入りました。しかしテンパれず。何は残り山にないので、このまま入局になりそうです。終局いたしました。さあ、じい様、果敢な色仕掛けでしたね。本日仕掛け、色仕掛けで。というところで、あれ？あ、はい。じい様さんが、上がりはしなかったものの、一人テンパイということでね。この A ルールにおいて一人テンパイの3000点リードってなかなか嬉しいですからね。勢いよくしてこの親でも頑張りたいところです。ドラマチーマン、じいさまさん手はなかなかいいですね。単野を単野をしています。
しゃぶりっさんはちょっと苦しいか、ちょっと引き気味に打つでしょうか。あ、ウースを切っていった。おかんさんは一食手にしたいような手形でしたが、メンツができてしまいましたって感じですね。5、6、7層の。これは白をポンしてさばきに使うイメージが強いでしょうか。さあ、役がない方のこいつの難はおかんさんスルーしました。おかんさんは風呂率7割を目指すみたいなことを言ってたので、風呂率7割を目指す人は今のはポンしそうな感じですけどね。ここはそうはしなかったですね。さあ、じいさまさんはスーワンジーソーと払って、ここももしかしてここから一色手を見てるのかな。じいさまさん、そう考えると一色手大好きですね。さあ、急走はつぶれていく。一郎さんはちょっと苦しいか。さあ、345のメンツができたので、これはもうさすがに34の進行になりますでしょうか。さあ、9ピンを切っていく。さあ、ウーマンが残った。これで一応いいシャンテンですよ。さあ、2ピンのポンから単ヤオ仕掛けでしょうか。ここはさあ、2ピンをポンされるとブリッツさんの手は1日さんの3色が少し見えてたのですが、その価値がなくなってしまったというところですね。なのでどうするか。ヤンソーは紡いできましたね。さあ、これでイーシャンテンの形を変えることができます。うん、ピン手が高いと見たいんでしょうかね。さあ、ウーピンが重なって、これで一応遠くにトリトリ変化も見えますが、さすがにそこまでは見ないと。むしろダブトンが取りつったら、改めて本位置とか目指したりするパターンもあるんでしょうか。ないか、さすがに。感ローピンを払ってイーシャンテンの形を強くしたのがオカン選手。ただこのローピンがポン、テンパイです。ウーピンパーピンのシャンポンテンパイ、1枚ずつ枯れてますね。町としてそれほど優秀ではないですけどという感じですね。ただ使いづらくはある。さあ、このナンをポンした。ちょっと相撲山に手を伸ばしかけながら、やっぱりポンみたいな感じでしたね。さあ、二人天敗です。じいさまさん対おかんさん、町はウッパーピン対白ウーワンシャンポン。ただ白じゃないと上がれない。枚数としては同じかな。さあ、一郎さんは苦しいか。そう、ここから問いというはさすがに無茶だと。ブリッツさんはね、意外とというか普通に、あれ、あ、これイーシャンテン崩したんだ。これはドラを引き出てウッパーワンしろ。ただ振り点の形にはなってしまいました。さすがにドラを打ち切れないという判断ですかね。というドラが来ました。あ、やめましたね。こうなるとテンパイの形を残しているおかんさんが有利です。ただチーワンくっつきで復活もあるし、お、イチローさんもおかしそうですね。イーボンもイーソンも通せそうな感じがしますよね。まあ、岡野選手の手がよくわかんないみたいなところはあるとは思うんですが、そうそう。おお、すごいすごい。これ振り切りながら復活しましたね。老朽ワンテンパイ。で、ウーピンをチリしたのはブリッツさん。これは形式テンパイですね。切りましたね。まあ、やっぱりドラを切りたくないということか。
さあ白は丸い木ですよね。さあピンズは比較的切りやすそうには見えるはずですね。リャンピンポンローピンポンでウーピンのトイツとしても入ってます。さあテンパりましたよ。ローワンチーワンとイーピン、まあ、イーピンが当たり牌になるケースっていうのは短期の時だけか、100牌アンコの短期の時だけイーピンが当たるということになりますね。ほぼない。しかしこれは短期テンパイを一旦取ることを考えるのか、それかまだ上がりを見ているのであれば 1,2,3 の3色っていうことが、まあ、3ピンがないのでできないんですけれど、形上はそれがありますね。うん、2ピンの方にしました。これパワーの役なし転廃という形になります。さあこれは逆に一郎選手が一人の脳天を押し付けられるピンチとなってます。ただまだ分かんない。3万、さあまだ少数ピン、まあ、ピンズは危険にはあまり見えないはずですね。さあ全員テンパになる可能性まで出てきましたよ。チーピンは一応当たり系としてシャンポンがあるはありますか。なので少し考えてますね。チーピンが当たり牌になるケースって実際のところなかなか考えづらいとは言えるんですけれど、まあ、ここは慎重になりましたね。さあウーワン役なしの方を上がってしまいましたが、白も当たるケースがあるということでテンパイキープとなりましたね。チーピンがシャンポンで当たってたということはウーピンの統一落としはローピンのポンが入っているので556677ピンって持ってたってことになるのでですね、なかなかそういうことはないかなっていう感じはするのですが、まあもしかしたら短期でねローリングして粘ったみたいなケースもあるので、まあそこまで頑張らなくてもいいかなという判断でしたか。さあ白、これはさすがに切れなさそうですよね。さあ親とお母さんの2人転廃になりそうですね。連続の流局となっております。さあテンパイ量だけでじいさまさんがなかなかのリードをしてますね。 34,500 点、トン2局2本場になろうとしていますが、おっとじいさまさんダブルトンが統一ですよ。ドラ落ちいそう。さあダブトンなんたらで上がれるとすごく嬉しいけど、手配自体はあまり良くない。お、白がアンコですね。ブリッツさんこっちの方がいいか。いいピンから行く。あ、おかんさんの手も結構いいですね。素直にリャンピンからですか。5673色なんかに仕上げれば決め手になる。さあ一郎さんトンからはいかない。さあこのトンが放たれるかどうかっていうのが注目ポイントになりそうですね。3万、手を切っていく。さあ3万がくっついてそう。さあ形上いらない牌は急走と。さあ一郎さんがトンを切っていく。当然のポンが入る。ポンはしたものの形はかなり遠い、当然するんですけど。さああとブリッツさんが仕掛けていくかっていうのも見ものですね。この局
左中も切っていって、これはどちらかというとリーチ進行に見えるので仕掛けていかない可能性はありますね。サパオンが重なって入って、イチローさんはイチローさんで半夜の仕掛けが効く形になってきつつありますね。さあ9ピンがかぶってしまって仕方がない。さあイチローさん半夜なのでこのパートを残していきますね。まあ親にまた風呂入れられるのも嫌なのでスーパーは打ちづらいというところもあるでしょうかね。もう酸素くっつきましたよ。無双は必要牌なんですけど、形の上では、まあ、パーソンにドラをひっつけるという形は必須だと、そこをマストでお願いしますみたいな感じのイメージなんでしょう。さあ夕飯を切ってパービン残すかなり強気な打牌選択なのか、親に泣かれたくないという選択なのか。ヤンワン、うん、3ワンの星が生きてまして、これペンチーワン払っていく。ホンソモも切っていく。安全牌残しますね。一応これは有効牌ではあるけれど、酸素やっと手が済みました。ダブタンポンしてる親はこのパーソーは切りたくないでしょうかね。ピンズの上の方の牌の枚数が少ないのでチーピンを選んだという感じでしょうか。チーマン、これは有効牌と言っていいんですけど、ここは切っていきました。9番の枚数が見た目数が少ないと。さあ親のじいさまさんはブロックが決まりました。おっと待望のチーソーを引けたブリッツさん、これは嬉しい。さあ数ピンを切るのかパーピンを切るのか、パーピンにしました。これはハイパイ良さそうだったお母さんもちょっと出遅れ感を感じているかもしれない。パーピンが2枚ぐらいになった。一郎さん、やはりドラのパーソー残りますね。数番一瞬ちょっと泣きたいかもって思った間が一瞬ありましたが、さあ数ピンを切って、これはもう泣きたくない、完全イーシャンテンになってます。あ、負けましたね。イースーソーイースーワンのインシャンテンでしたが、ここはさっと投げました。ちょっと意外かもしれない。さあどうなる。さんはイースーワンのテンパイが入ってます。このイースーワンはなかなか優秀に見えますね。さあじいさまさんもインシャンテンだ。ではもうソロピオのインシャンテン、あ、イーワン積もりました。ブリッツさん仕掛けが鋭かったかもしれない。これはテンパイにして700-1300の積も上がりですね。本番もあったのでなかなか大きな上がりになりましたね。鋭い仕掛けだったかもしれません。さあ上がり親ですよ、ブリッツさん。これは後輩パイだ、やばいです、やばいハイパイ来てます。さあ孤立杯はパーマンです。まあ、パーマンから切るのはさすがに普通かなという感じですが、うん、なんかいろいろあった結果3色とか単品とかまでついたら、まあ、今のままでもチャンス手ですが、そこまでいくと本当にやばい手になりますね。最初さん、さあこれドラ何でしたっけ。ドラ数万、じいさまさんはチュンだといつ。さあパーソー引いてイーマンになりますね。さあなんか手つきに気合が感じられますね、ブリッツさん。
これはチャンスだと。さあ、イチローさん、いいシャンテンです。もっとスーピン、ロンと。さあ、両面両面、完全にシャンテンです。両面両面、シャンポンのいいシャンテンです。3巡目でです。白オポンです。イチローさんはなんと、ドラタン機構装なんでしょうか、これは。しかし、お仕置きが来るかもしれない。お仕置きが来ます。さあ、考えています。考えるふりをしています。リーチ以外の選択肢はおそらくないです。とか言ってしなかったらごめん。さあ、出会いを中に入れて、パーソーを横に置いて、満を持してリーチです。メンピン、ドライチ、イースーピン、4巡目、親。もう最高ですよ。しかし、イーピンはここにあんこ。これね、イチローさんもしかしたら、イーピンでの折り打ちありますもんね。さあ、大敗を今のところ持っているのはイチローさんのみか？ヤマヨンですね。一旦なんですね。ここにも1枚ありますね。山さんですね。さあ、山さんのイースーピンリーチだ。どうなるどうなるどうなる。キューピン、知るかと。安全牌がないですもんね。イチローさん、ここはいわゆるナイナイツッパ。数万、ドラだよ。知らないよ、つって。さあ、これを。まあ、一旦ちょっと3番も5番も切れないし、ドラ出るんだったらチーさせてもらいましょうかと、お母さんが泣いていってます。さあ、イースーピン残り山に3枚だ。2万会社が違うと。5万、おっと、まだ粘りますね、お母さん。ちょっとだけ会社リーチにつきっていう感じでしょうか。これは詰まりたい。4万。さあ、シャアは一応通ってはないけれど、あ、ここは一旦ローマンにしましたね。まあ、シャアは切るでしょう。さあ、どうなっていく。いいピンだ、詰まった。リーズのピンフドラ、2600ゴールです。大きいですよ、2600ゴール。ブリッツさん、これは大きな上がりをものにして、トン3曲は1本場。浦和山荘。うん。一目打つ。以上、みたいな手ですね。さあ、2巡目リーチが入ってます。おかんさんの2巡目リーチ、チートイツですね。チートイツの白タニチ。さあ、見事に上がりました。3200は3500の上がりですかね。1
一郎さんが報酬ということになります。さあこれで3人3万点以上となって、あ、ガンさん親番で、これまたいいハイパイですよ。ドラはいいピンだ。一郎さんはなんとか挽回したい。ここもそんなに悪くはない。ダブトンからいきました。さあドラドラ7はじいさんまさんだ。ここもチャンステラ。この曲はちょっとぶつかりそう。おかんさん対一郎さん、じいさまさんといった感じでしょうか。ピン3万引いた。もうこれはもう前しか見ない。ブリッツさんはお休みだ。シャー重なりはいらない。いらないが一応採用。さあ一応さんいいピン引きは嬉しいぞ。さあこれは全力だ、みんな全力だ。さあなんか重なった。ブリッツさん全敗と言っていいでしょう。お母さんね、これこのまま行ってウーソを引いて単品3色みたいになったら嬉しいんですけど、まあ、ウーソを引っても想像のところの見た目は4連携っていう風に見えるから、もしかしたらシャアは出ていかないルートもありますが、イメージとしてはやはり3-4-5に仕上げたい。あ、リャンゾーは嬉しいけど素直に打つなリャンピン。これは一応3色はねこのままでも残りますから。ただパーマンにひっついてシャアがね、あ、ちょうどシャアがなくなったので、そうなっていく進行が嬉しいし、なんかチュンチャンパイのちょうどいいところを引いたらシャアの統一を先に払っていくというルートもありますね。うん、これは一旦パーマンですか。さあ一郎さんどうする。ここは手がつく構えていきたい。リャンワンは切っていきます。ん、まだ切らないのか。切っていきました。さあうん、数万を引いて3万2万と払っていきます。お、ピンソンピン引いた。全然ダメに思えた。ブリッツの手がぐんぐん揃ってきてますね。これはごぼう抜きの一番乗りあるぞ。さあ一郎さんも形が良くなった。さあ一番良かったじいさまさんの手が進まない。これカンゴワンとか、うん、お、これですよ。シャアの取り年から単品にいいシャンテンです。これよこれよと。さあ一郎さんどうする。ウーマンを素直に切っていくか、うん、これいいスーピン、まあ、特にいいピンできるよね。ドラちゃんと振り返りが嬉しいですからね。9万だ、うん、ブリッツは急走が2枚がれ、自分の目から3枚見えてるのが気になりますか。さあお母さん目いっぱい抜けるなら振り点含みの2-1残しはありますね。そうこれで E1 も増える上に、ウーマンをジャントと見た時に2走の受けもあるというところが大きいですね。2万の安全度もね、それまでそんなに悪くもないっていうところもあるので持ちやすいかもしれないですね。さあ3層が入った。おっと、おお、ペイにしましたね。ここは受け入れマックスでブクブクのブクでいきます。さあ連冠戦になりました。これは残すでしょう。さあお母さん選手は早く転敗したい、ピーチって言いたい。やっと入りました。実は結構薄かったリアンソー、これが入ったの大きいかもしれない。じいさまさん、うん、王冠選手もいい加減泣いての天敗取りも辞さずって思ってるかもしれない。ローピンアンコッタ、お見事、手厚く受けて大正解でしたね。お見事です。リーチです。リーチドランドランですね。急走が入った、すごいぞ。おっ、これは数番を何切って、実は9番引きの時にね、あれ、しばらくお待ちくださいなんだぞ。しばらくお待ちくださいになって
チーが入って、リャンワンを切って、サブローピンテンパイが入って、ローピンはアンコられてて、もっとどっかで見たような一気通貫の形になった。これチーマンが選ばれるとブリッツの上がりだ。そしてチーマンが選ばれる可能性はあるが、ウーピンが目に見えて3枚ないから9ピンにするかもしれない。9ピンにしましたね。ボール回避。さあウッパーマン、ウッパーマンいるのか、それともサブローピンいるのか。小さそう、現物です。切っていく。チューンは寒いです。さあ誰が上がる。3万は現物ですね。さあ何が何枚いる。チーマン、これは宝珠になりそう。お見事ですね。ブリッツさんの上がりが決まりました。いいペーコーのみ。しかしトップ目からリーボー込みのこの加点はなかなか大きいですね。お母さんとじいさまさんはお互いを見る2着争いというところにシフトするかもしれない。さあ南極一郎さんはこの親番で頑張りたい。ドラはなんだ、ナンバに入ってドラが何、そしてみんな1枚ずつのパターンですか。これもしかしてこういう時は持ってない人がかなり有利ですね。お母さんと一郎さんが持ってないと。さあ一郎さんの手がなかなかまとまっててね、しかもドラの何がないというところもあり、自由に打てる点数という状況も相まって、ちょっとチャンス曲かもしれないですね。ツモが聞いてほしいところです。お、聞いてますよ。メインピン進行しています。さあ、ブリッツさんはトップ目ということもあって、この曲は何事もなく進行してもらいたいところです。さあ、カンさん手が進んできてます。7893色なんかに仕上がるでしょうか。おっと、リャンワン嬉しい。おお、サンソン嬉しい。さあ、役をつけるのであればファンパイは役の種ですが、安全パイの流派の方を残してきましたね。かなり守備意識。おお、どんどん引くぞ。ローマンを引いたのでね、まあ、これ3ピンなんですけど、ローマンを引いたせいでと言っていいか、単葉が確定しやすくなったから急走と一瞬迷ったのかなっていう感じですが、まあさすがに形で3ピンですかね。さあ岡野選手は順調な3色を見ていっています。3ピン、こんなのさっき本当にそれで急走にしてたらよかったのにって思ってますが、仕方ないでしょう。実況のハスさんが実況ですね。よろしくお願いいたします。実況のハスさんが来たので、ここで僕はちょっと解説というポジションにさせていただこうかと思います。さあ、まだエルル。エルルですね。はい。ナンバーに入ったところで、ラスメのイチローさんが、スッチーピンのメンタンピンリーチを親でかけたというところですね。なるほどですね。まあ今、すごい、ね、全員、定着、すごい競ってる状態。ですので、あ、そうですよね。第一戦めちゃくちゃ重要ですよね。重要でしょう、これは。で、今
天井としてはブリックさんがちょっと見てる、はい、あ、ほんま、4万点、うん、で、お母さんとじい様がほぼ並びと、そんな感じですね。で、一郎さんがちょっとへこみ、なので一郎さんがここで大きく上がるとさらに混沌としてくるというところですね。そうですね、親で面単品でいいしな、そうです、その2600ゴールだいぶでかいですね。でかいですよ、これ積もれるかどうかはかなり大きい。あ、でも何が重ねましたね、これドラドなんです。これはでかい。でも、ね、天井的に一番行きづらいのがドリッツさんですね。そうですよね、まあ、これで売って、はい、まあ、装置まではないにしても、そうですね、まあ、一応1万2000の宝珠だとラスト落ちまであるんですよね。 あ、そうか、そうですね、瞬間、まあ、ない曲ですけど、となるとだいぶ、あ、どうなんですかね、エルルで親マンが、はい、ドラ2枚に見えてる状態であるとか、うん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 、みたいな、単品3色とかでしょうね。あ、そうですよね、そうなるとやっぱちょっと行きづらいんですかね、ブリッツさんはね、まあ、基本的に行かないと思うんですけどね。そうですよね、あんこになった時にどうするかぐらいですか。うーん、でもほぼ多いぐらいです。多分まあ打ち手の傾向的にはもう一番安全な牌を切り続けるっていう感じになると思います。人によっては押し返しを考えたりもしますよね。そうですよね、今言った話の通りで、そのロート牌で補充した場合に高い手になるケースはかなり少ないと、うん、なるほどですね、というところがあるので、うん、そのチュンチャン牌じゃなければちょっと押し気味に行くっていう判断もあるんですけど、そうですね、ブリッツは折れる時は切ってる、折りますもんね、基本的に。そうですね、まあ手数がそれほど多いタイプではないという印象はありますね。ああ、そうですね、結構まあしっかり受けをしていくと、うん、そうですね、流しで1000点頑張るぜっていうタイプではないですね。そうですね、そんな印象が、まあ、僕が解説してる中でもそうですけど、やっぱハクさんもそういう風な感じです、うん、そうですね、印象としては、まあ、ハクチュンぐらいとかいくのかな、これね。そうですね、チュンはもう2枚切れの牌だったのでね、あ、2枚切れだ、うん、ハクはでもちょっと行きづらいですよね。そうですね、あ、積もった、お、さあこの2度ゴールで面白くなりますね。これで一気に、あ、そして1600ゴール、メイン単品積もですよね。これでもう2着目アップ。そうですね、2着目になって全員、まあ、ブリッツさんも、そうです ね、1万点はもううかうかしてらんないっていう感じですよね。ちょっとしたことで着落ちしてしまうと、うん、一郎さん、一郎さん、あ、良さそうじゃないですか。うん、ドラはシャアですね。シャアか、まあ、他人品系ですよね。そうですね、兄様さんも悪くないですね、うん、お母さんは、ブリッツさんか、これ、うん、うん、ドラが1枚あるだけ、あ、でもチュン泣いて、うん、ドラ短期構想で行くんじゃないですか ね、イチゴさんはリーチ進行ですね、メンピン進行で、うん、あ、兄様これで、うん、兄様さんとイチローさんが手配的にはいいですね。9万、あ、もうメンツ固定で、わ、これでかいな。さあどうしますか。まだ自敗回り切りたくなっすよね。あ、ローマン嬉しい、これ嬉しい。もうペンチ層いくんすかね。一旦リューハーでペンチ層入った時の形がかなりいいですね。そうですね、あ、ここ G3 点ですよ。イエー、 G 様来るか。これチー点取るんですか。どうなんですかね、あ、でも1000点で極小化プラス1000は1300で結構大きい1000点だいぶ大きいですよね。281ですもんね。一応3からちょくればトップまである。2着アップですね。2着目のアップですもんね。ただまあちょっと端にかかってるのが、ね、そうですよね、6球ピンのね、線路ピンみたいな形はちょっと嫌そうですね。換算差をチンした場合にはシャンポンに取るかもしれない。そうですね、もう片っぽもしれない。何でしたっけ、統一が。ウソですね。あ、ウソか。じゃあ、ウソ柄の変化とかもあるから、一方シャンポンとかもありそうですね。うわぁ、ダメになった。けど、おそらく取らないのかな、みたいな。うん、そうですね。あ、暴走？まあ、メイパーにしないんですね。ピンズ、伸びるかな。普通はパーピンですね。そうですよね。普通はパーピンにして、まあ、こうすると、暴走をジャントとして使えなくなるっていうところがありますよね。そうですよね。もうなんか親だから単業だけでも一家ぐらいの感じで目いっぱいとかも。そう、だからこれ因数1が効かなくなったんですよね、うん、今のがあれで。あ、そうですよね、リャンマーの方切らなくなったから。はい、ただこれ高打点を相当見てるのかもしれないですね、6、7、8、3、4、うん、とか。でも1つはなくそうかな、でも爺様さんはここも選択ですね。そ
これね、イーシャンティンを崩して受け入れを増やすダリアン層という選択も一応あるはあるんですけど、ここはやっぱイーシャンティンは崩せないと。そうですね、ハンザー層がよく見えてるのかもしれないです。あ、確かにイーソーバタバタバタって最後の3は今ペイを引いてた分は出しましたね。ドラは切りづらいという判断でした。そうですね、実はあれスツーマンっていう選択もあるんですよね、お母さんの盾。ほう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 、シャンパンの方だけ固定して、あ、なるほどですね、もう金満級を目指すという、うん、金満級を目指しつつ、まあペイのポンテンとかは取る、取る、あ、なるほど、なるほど。を受け入れたのはサブローンからの換算ピンの1000点台も十分価値があると。よーしたー、引きましたね、いい人できましたね。あ、じゃあ他のフル、うん、リーチですね、高めメンタンピン。さあ、ウリッツさん苦しそう、初かと思います。初は安全パイで残してたけど、どうせ行かないからもっと抜くかっていう、そうですね、ですよね、パーマン、うん、パーマンとかから抜いていくと。まだまだ守備はしっかりしてますね。まだまだ焦ってないぜっていう感じが、そうですね、しますね。特にこれ着順取りなんで、この天気から一人にはまくられてもいいやっていう感覚も、あ、そうですね、まあ、僕だったらあるんですね。プレイヤーがどう思うかはありますけど。さあ、入り目の3層一発キャッチして、おーっと、入り目の3層一発、3層良さそうですもんね。そうですね、こんなにいますかっていうぐらいいますからね。じいさまの選択は大正解、大正解ですね。ウリツさん、シャム打てるしな、まあ、シャムはもう無理なん で、ね、まあ、完全に終わりですよね、うん、だから岡部さん もうほぼ終わりなんですよね。あ、そうですね、3層入り目だよって思ってますよ。これでチームが行きやすくなったから、うん、打ち返しもありそうですね。岡部さんはシャアが統一になった時だけは行くんですかね。それは行くと思いますね、うん、どういう形かにもよるけど。お、おアンコになった、一応いいシャン出るんですか。そうですね、この形では結構仕返したくなってきますね。そうですよね、仕掛けも引くは引く、うるそう、行きづらそう。うん、いいピンでしょうね、まあ、いいピン、いいピンといけるから、まだまだなんか、さあ、なんだ俺と、いつまでまだいい3点か。さあ、パワーピンを押せるからですね。そうですよね。あ、3万、頭取っていいか。おー、これはパワーピンはちょっと打ちづらかったですか。そういうことなんですね、宣言牌またぎ、うん、これ結構考え方で、はい、やっぱこういう麻雀ってパワーピン立つって固定しやすいじゃないですか。あ、はい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 、だから宣言牌またぎにあんまりなってないんじゃない理論も結構通用する部分があるんですよね。あー、なるほどですね。で、その場合にちょっと気をつけないといけないのは、複合系がある場合は宣言牌またぎ多いにあるんですよ。あただこれ複合系が少ないじゃないですか、自分のピンズがものすごく使ってて、うん、っていう理屈でパワーピンを行くっていうのは一つあった。なるほどですね。まあ今のリターンがあったじゃないですか、結構。そうですよね。うん、場合によっては谷川さんのダマ9600点まで見える手だったので、今の理屈でパワーピンを一旦押すはあったと思いますね。まあ実際は GP のまたぎ。綺麗に6キロピンチ。実際はちゃんとまたいるんですけど。700、1003。あ、ちょっと待ってください。あ、リーチで、積む。20分とか、これは大きい、大きいですね。ただまだまだ全然わかんないですね、これ接戦ですね。そうですね、まだまだ、うん、ウリッツさんも親番がある分どっちにも転びそうですね、うん、そうですね、うん、もうこの天気はなかなか綺麗な先手じゃない限りは前に出づらいとは思うライブリッツ。そうですよね。おっと、トンガン、これお、これはじいさまって、はい、僕ここまで見てる解説させてもらってる感じで言うと、はい、めちゃくちゃ一色って好きじゃないですか。大好きっすこれもやっぱり見るんでしょうね。これもマンズに、ね、両天秤しないんですよね。一色って行くにしてもフィンズ一旦払って両天秤見るっていうのが一般的だと思う、はい、そうですよね、豪快に行きますよこれ国士みたいなのを見てるんですかね、もしかして。ああ、そうか、ちゃんた系もあるから、うん、っていうことなんですか。どうします、トン2枚落として国士っていう言われたよ、この序盤で払えんですよ。まあまあ、うん、そうですね。あ、道夫さんだいぶ形ですね。これいいですね。まあなんか、D の目にまとまったらそれはそれ、おっと、これはどうせやんねやろ、これ積みそうでしょ。あ、積みそう、あ、竜がもうないんですね。あ、そうか、2枚切れか。
さすがにね、ズーリーソー第3流とかね、ちょっと見たくなりますけど。見たいですけど。お母さんも。いや、いいですよ、かなり。ってますね。あれ、ちなみにドラ何でしたっけ？そう、僕も今思ったんです。あ、そうか、それやと余計じいさま多分。なるほど。うん、あれ、シャアは持ってましたっけ？キューピーシャアなんか1枚打ってた気がする。お、ペーの講師。あ、ペーか。お、なんか、あ、国士の、あ、そうだ、もうね、初切っちゃったから。ってことは、ブリッさんドラドラ。ドラドラだな。ただこれ役が使うんですよね。そうですね、自敗重ねるか、チート系ですかね。一応ピーフありますけどね。そうですね、シャーチャー。そう、あ、そう、あ、そうか。あ、シャーチャーだ。シャーチャーですけど、今のシャーはキロもありましたね、形上は。そうですよね。さあ、小さなファミ。うん、ブリッツさんは抵抗つけるとしたらピンフが良さそうな感じは、うん、そうですね。そこ2343色も、ソーズの下目のいい抵抗も全部あるので、うん、そうですね、さすがに行きたく、あ、まだこれはすぐそう、ドラは切らないと。で、ヤンピー周り引いた時に、行くかなっていう、はい、さあ、イチローさん、どうする、どうする、あ、小さい、ペイに相当気があるのか、守備範囲で残したいのか、それかもじいさまに打てないっていうことですか。いや、それはないんじゃないですかね、そうそう、まだ。あ、うん、そうそう、これ仕掛けあるなと思ったんですけど、でもまだ G1 から行きましたね、うん、G1 パワーは結構ポンかなと思ってたんですけど、うん、あ、はいはいはい、うん、そうですね、面白いですね、なんか、うん、まあ、1000点の価値も高いですし、そうですね、マックスのね、汎用トイトイまであるんで、5人大きいですもんね、エルルで5人まで行けば相当大きな場合ですね、さあ、あ、すいません気づいた方が、うん、さあ、これでこれでいいシャンテンですね、ユーソローピン、まあ、タイヤをなんかテンパになれば一旦取りつつ、そうですね、で重なった時にどうするか、トイトイも、まあ、できれば目指していくという形ですね、うん、もうこれでシャアが切れなくなっちゃいましたもんね。そうですね、これは嫌なんですよ、ドラって、うん、だやっぱり早めに処理できるのであれば、いや、まあそれが正解とも言い難いですけどね、持ってきたら、あ、来ちゃったと言いながら、うん、1枚だけですもんね、まあ、だからそれはスタイルによるとしか言いようがないですね。あ、そうですね、お母さんは割とドラの線打もいとわないタイプの、あ、そうですか、はい、あんまりそうは、まあ、本当ですか、ところは、まあ、A ルールなんでね、結構頑張るって持つとは思うんですけど、ハツさんどうなんですか。僕は、守備もあのトップでだいぶ点差が離れてる時だけは線打しますけど、基本もっと鍛えたいと、ね、あ、そうなんだ、うん、意外だな、結構切る方かと思って、あ、本当ですか、僕すぐ切りますから、もういらなかったらすぐ、いらない範囲を切ることしかできない、あ、おー、うまいぞ、これは、さあ、チームはじいさんと、うわー、ローピンいいんじゃないですか、ローピン良さそうですね、ローピンってどこにどんどん切るんだ、さあ、じいさまさんもこれ勝負でですね、そうですね、ただトイトイに対してションパイのチューンは切りづらいと考えてますね、となるとイーマンとか、うん、今はありますよね、一旦ね、ローピンはない、ここない、おかんさんが持ってたっけ、どうだったかな、おかんさんは1枚あっちゃう、そうですか、なんかないんじゃないかな、はい、丸山、丸々です、2枚山、あ、しかもチームここで出て4枚で、お、これめちゃくちゃいいですね、やっぱりめちゃくちゃいいですね、なん、うん、チームはないですね、チームはないですね、どうした、じさま、何かが止まってる、何かが止まってますね、映像が止まって、あ、いや、スイッチが止まってる、あら、あ、大丈夫だ、大丈夫です、さあ、これ一個まだ選択肢があって、はい、一郎さん、ウーマンが出た時に関するかするか、大人関すると5-2確定するんですよ、あー、なるほど、まあ、今の回るのが積もったら5-2なんですけど、そうですね、出上がりだとまあ、そこまでする必要はないかなっていう感じはするんですけど、そうですね、うわ、この3点、いや、これは行くでしょう、うん、どっちから行くかですよね、まあチュンからじゃないですか、さすがに、ただ一応2着目、うん、そうですね、白トンでメンホンチートの方とか考えてはるのかな、そう、だからそういうのもありますよ ね、 そうですね、でどっちも保留するローワンチーワンと選ぶと保留ですね、あ、そうだ、そうですね、そうですね、ウッパーもんでないんでね、その選択、特にチーマンとかは普通にあってもおかしくない、うん、あー、これは将来的に、あ、しかもここに ローピンが入りましたね、ただ同時にじいさまさんの上がりがもうなくなりましたね、うん、G1 がないんで、うわぁ、これはこの3ピンは嬉しいぞ、これ危ないよ G1、 そうですよね、 G1 ローン払ってシャア短期のルートを構想すると報酬になります、あー、そうですよね、
それはありえます。3900。そう、値上がり3900ですね。いやー、これね、難しかったですね、お母さんね。でも、まあ、今のイチローさんの仕掛けがね、お見事だったと言えますね。そうですね、中ピンからっていうのね、鋭いですよ、これは。なかなかできないですよね。うん、3900で上がり大きいですよ、2着まで。じい様なんといつ、3ピン暗号。これは大色はブリッツさん。で、ブリッツさんはここはそんな積極的に手組みしてこないんですよね、おそらく。そうですよね。今のハイパイになったらのけに。あ、一応さんもいいな。なんか仕上がったら高そう。うん。もう、これはスワンコか。スワンコですね。でも現状、金さんも3着目。お母さんは単品か白を重ねるかの放送でいきますよね。そうですね。一郎さんチートイツがメインかな。おっ、やばいんじゃない。あんこですよ、にゃんこですよ。もうここはもう直感生かしていくしかないですよ。何一枚もスルーすんのかな、足半のかな、どうするんですか、どうするんですか。いやー、どうでしょうね。さすがに泣きたそうですけど、自分はちょっと泣きたそうですよね。何ここに見てますよ。あ、なんか出そう。あ、まだいけるか。でこれチート進行になりそうなんですよね。そうそう、あ、いそうか。いや、一瞬 いいピンに見えたけど、ね、ウーマオですか。ナンオ山一ですよね、一郎さんが1枚持ってるだけ、はい、ウーマオ、あ、ここに1枚か。ここに1枚、あ、しかも持ってることもあった。うん、ここはない。あ、これありますね、はい、ありますね。二巡後にスッターン張ってる可能性さあ、来い。あー、そこで、そこで俺、大嘘いきましたね。もう狙ってる人の方、そうですよね。縦の手狙ってる人の方、それしかもう見ませんっていう。さあ、ブリッツさんはね、もう降りてるんですよ、これ。そうですよね、はい、むしろペン2枚あってなくて、あー、ザーキルなくなった。でもこれ出るはありますね、ここの上は。そうですね、出ても仕方ないんですけど。お、チートイツ見ない。ちゃんとですね。あ、9ピンちょっと良さそうに見えますね。何の位置抜きをするかどうかですね。あ、白、白、ドラン白だ。ドラですよ。これ上に出ていきますよ。まあ、今打つの、ここじゃなくても、うん、そのうち出てきますね。そうですね。結構、まあ、馬マリオ引いたらもちろん出ないですけど。そうですね。で、その時にその上をポンするかどうか。うん、そっか、何からやったらね、泣きやすいでしょうけど、ウーマンから、うん、2段も入ったから、泣き意識強い人ならもう泣く。そうですね、うん、あと、まあ、ウーマンがこの世にもう一枚いてくれるのっていう感じの配じゃないですか。そうですね。っていうところもあって、泣くはあるけど、夢を見る人は泣かないですね。これもういよいよウーマン出る形ですね。ですね。ペン3ピンからチーした、先に何が出るかも、先に数万です、ね、うん、何からやったらもう即泣きそうな、何も泣くと思いますけど、 でも何の方が放たれるともう1枚はいるっていう王さんが立ちやすいので、めちゃめちゃスワンク意識が高い人は泣かないと。なりますね、王冠さん。おお、これいいとこ引いたな。親限なんで先に馬もここで切るはありますよ。あ、そうですね。おお、そうそう、こいつに見える。ヘルナピンズ。そうですね。一応使える形ではあります。これ三層切っておくと一応総ずいっつって形がありますね。ああ、なるほどですね。これイーシャンテンですね。さすがにイーシャンテン取りますか。イーシャンテン取るんじゃないですか。三、うん、個でも十分ですもんね。うん。あ、これでこの後するそうですね。ですね、うん。なんか遅くなってますね。さあ、これペン3層と缶中和の比較ですけど、 C1 良さそうじゃないですか。でも3層も悪くないのかな。3層ですね、3層も悪くなさそう。なかなか G1 の方がよく見えますね。うん、あ、こうしましたね。これはまあ一番広いのはこうですね。そうですね。ただその縦の手を保持したままいきたいのであれば、缶中和の方が借り点のまま進むことはできます、ね。ああ、そうですよね、うん、確かに。イチローさんでもどこまで行くんやろう、ね、うん、なんか手も、イチローさんの手がどう見えてるかですね。ああ、そうですね、じいさんの、まあ、ちゃんたっぽく見えてるとは思うんですけど、
そうですよね、だからドラがあるかどうか。そう、例えばドラがアンコを持ってたとしたら、このパス層とか当たりどころに見えるんですよ、うん、だから嘘を今切りづらいんじゃないかな。なるほどですね。まあ、アンコじゃなくて統一でもね、結構嫌な、安全に行くならイーソーリアンソーとかって感じもするけど、ちゃんと含みだったらそれもちょっと嫌だと。うお、すごいな、ね、で、あ、これは嬉しい。そしてアンパイ増えたラッキー、うん、さあ、お母さんが6ケソしてないか。そしてローソン2倍、9ソン1、9ソン5、2倍か、うん、あ、ここで、あ、そうか、もうね、うん、はもうでも、多分まあ今の打破を見ると、ウーマンが出てても泣いてないんじゃないかなって感じしますよね。ウーマンが打てるようになったっていう感覚なんじゃないでしょうか。なるほどですね。ただ現状3着でも、3着でもいいと思ったのかな。2その半、うん、そうですね。ここでちょっと大きめの手に補充すると、うん、オーラスでのチャックアップ可能性があまりないという判断で、まあ冷静な判断のような気がしますけど、うん、さっぱり何を使うか、ね、いっぱい。おっと。これは反応せず、龍空寺天杯を見るならこの辺で運を話しておくとかはありますね。ああ、そうですね。まあ、なんとか思った完全に撤退と。そうですね、まあでもオーラス時点の、まあ、運は結局打てそうなので。そう、ああ、そうですね、そうですね。終局時の天杯は諦めてないとは思うんですけど、うん、ブリッツさん、これ形を追ってるってことですね、これ9ピンで考えるということは。うん、そうですね。まあ、ペイはさすがにとしても、なんか、降りるならもうちょっと、選択肢なんだ、あんまりないんかな。そうですね。そうですね。でも、アンコールとしても。うん。おー、一応。これは目いっぱい。行くでしょうね。ただ、ドラも、ドラいるんです、見えてないんですよね。怖いドラに。で、あと、竜曲人のね、テンパイもかなり大きいので。そうですよね。僕も放送引いたら、テンパイ粘りが全然結構。そう、イチローさんもね、突っ張り続けるのちょっとしんどそうですけど、でもここまでするともういかがるを得ないというか、まあ、リーチって言われたらかなりしんどいですけど、そうですね、言われてなければまあ、まあ、隠れドラアンコ以外には。そうですね、おっ、あと、これはもうちゃんと諦めて、そうですね、携帯のマックスで良さそうですね。そうですね、まあ一応リュウハも効いてるみたいですね。あ、そうそうそう、やりやすさ、まあ、テンパイって言いやすさを重視しますかね。そうですね、9分取りそうだし、しかし白がいない、きついな。うん、イーソルとヤンゾーが通してましたね。そうですね、ヤンゾーからいきますか。うん、イーソー合わせましたね、うん、お母さんの旦那戦でヤンゾーが嫌なのかな。これハク来るときついか。あの、でも残り1枚、まあ、ハクは誰からも放たれることはおそらくないとは思うんですけど、ほんとはローキューソーとかでテンパイが入るかどうかって感じですよ ね、 そうですね。ただローキューソーはイチローさんにも切りづらい範囲なので、うん、来ましたけど、多分仕掛けることは難しいでしょう、出ないでしょうね。あ、張らない、うん、さあ、オールの手になるかも。そうですね、これ3万もペン3万をちょっと入れ張ってるんですかね。うん、さあ、でもさすがに、うん、大丈夫そうですね。ペン3はないですね。さあ、張らない、張らない、オールの手ね、現状オールの手。さあ、1000オール積もれるか、お母さんが最終積もれ。そうですね、無駄に白があんこったりするか確かにそういうのはなんか結構ある気がする、うん、あ、こういう時に限ってね、ありますね、そういうのだよね。さあ、なん、あー、惜しい、惜しかった、1個ずるだよ、残念というところで、オールの5点ですね。きついですね。考えますが、何切っても何も影響がない白切っても大丈夫ですから。まあ、そんなことね、プレイヤーは分かんないから一生懸命考えですけど。さあ、全員の点で、流局です。流局、はい、OK です。で、さあ、オーラスですか。一本目、オーラスです。さあ、お母さんはここが頑張りどころですね。頑張りどころですよ。ドラまた白じゃないですか。またしても白、
そして1枚。いやきついなこれ。これは厳しい。もう最初から形式展開目指していかないとぐらいの手です。そうですね、ほんと。石原さん、ダブルあんこだ。これはいや、メンツもできた。あ、なんか、じいさまいいな。じいさまさんも上がればいいでしょ。あ、しかもこれ、本日丸見えですね。マンガン出上がりでトップですね。トップですね。あ、これいきそうですね。7700は8000でもトップ。うん。ウリッツさんは、あ、でもウリッツさん。でもそうなると、この難の手が遅くなりますね。そうですね。ただこれ1000点上がって、もう着アップなので、まあ、リュウハーポンでしょう。あ、そうですね。リュウハー間違いなくポンですね。そうですね。うん、このチーワンを切らない人の方が多いと思いますね。そうですね。このシャープ A もう、ポンポンと落として、うん、広く広くで1000点でいいよねっていう考えも全然あるんですね。まあありますね。僕多分そうすると思います。漫画が確約された手ではないのでですね。そうですよね。うん、この武装とかも残すとか、うん、っていう風にする人もいるけど、まあジュリサブさんは普段からこの感じでやってるとは思う。そうですね。うん、ここは思いっきり腕振っていく、この手はそういう手なんだっていうことですね。そういうことですね。ウリッツさんとは両冠2つ。うん。これね、上がらないと、上がりに行かないと結構、そうですよね。そう、あのお母さんに連チャンされるのが一番最悪だと思うんですよ。あと8000保留ですね。そうですよね。2着落ちまでありますよね。そう、3着、そう、なんで最悪じいさまさんや一郎さんに3900って言われて、トップ逆転はまあ僕だったらですけどね、まあいいやと思うんですよね。そうですよね。最悪はお母さんが2度コールした後に8000直撃最悪最悪最悪でもそういうことありえるんで、ちょっとやっぱその分積極的に、うん、僕は割と普通に手を作りに行きたいかなっていう曲ですね。で、とりあえず頭固定のローマンと、これは年前の進行ということなんでしょうかね、ローマン級一つ。そうですよね、結構ね、むしろチーワンを切った方が仕掛けにはかなり対応しやすい感じですもんね。そうですよね、うんうん、まあやっぱりトップ名とは言ってもトップ名だから手配を短くはしたくないと、うん、いうことですね。音が切りましたね。おお、やっぱ行く気だ。まあ切るならさっさと切りたいですからね。そうですね。そう、これで、そうそう、うん、想像は上茶からかなり泣けそうな範囲ではところではあるんですけどね。ああ、そうですね。なのでやっぱりあの仕掛け進行はあんまり考えてないということ、うん、なかなかじいさんも進まんですね。チーム残しておいても結局みたいな。うん。ん？急速で止まった？安全度で残したいのかな？そうですね。まあ、岡野さん、この関数層の仕掛けはするどくて、うん、いいんじゃないかなと思うんですよね。そうですよね。とりあえず、K 点でも、とにかく行かないといけない状況。そうそうそう、一旦形を作らないとって感じですか、ね。そうですよね。さあ、トン重なった。トン重なって。おお、すごい。めちゃくちゃ嬉しいですね。これ何切りますか。泣く前提なら3ピンとかチーピンですか。まあ、チーピンとメンシャンでも。あ、そうそうですね。そうそう、で、まあ、どれを切っても泣くはできるとは思うんですけど。ピンズが余る形にはあんまりしたくなさそうな印象があったんですけどね。さあ、ロビン、一応これチーが入る。チーテンが入る。そうですね、カウピン。ただ、マンカンのルートがね、あんまりなくなりますよね。そうですね。さあ、これ何のポンですね。何のポン。さあ、ブリッツさん、冷や汗もんちゃいますか、これ。ブリッツさん。ブリッツさん。そうですね。やべぇ。ダブナンポンは嫌ですね。ただ、まあ、さっき言った思考があるのであれば、うん、3900がどうなっていいと。ああ、そうですね。で、お母さんのドラで、あ、じゃあ、一郎さんか。そう、一郎さんドラ来てるじゃないですか。はい、で、じいさまも、一番悪そうなじいさまも反応ないということで。そう、リュウハをポンして、チュンが見えてて、白反応なくて、シャアを切ってて、うん、なので、あの、じいさまもマンガンがあるケースが、まあ、一通の時ぐらいですね。はい、そうですね。うん、そう思うと、比較的まだ、状況的にはしやすいですか。でも、言いそうとかは、まあ、いろいろ考えてますけど、うん、ほぼ大丈夫ですね。だけど、うん、うわーっきたー。これでも、ね、こうなるとウーピンチーピン払わざるを得ないじゃないですか。そうなるとウーピンが補充ですね。
ただもうピンズ無理だと思えば、うん、これ役なしに構えるパーマントイツ落としとかっていうのもあるっすよ。ああなるほどですね。だね。三四はもうありますね。なるほど。どうしようかな。これは三四だ。うん。しかしこれは嬉しい地位が入る。確かに。あーこれでスッチマン。スッチピン対カンウピン。これはじいさまさんが手代わりして補充するパターンもあります、ね。ありますね。ブリッツさんもさすがにもうピンズ出なさそうですかね、あれでチーマン。あ、ブリッツさんからはもう、そうですよね。トーティナヘアはおそらく打たないと思いますね、うん、あの早打ったということは。そうですよね。だからブリッツさんが一番嫌なのは、ああ、出てしまった。トーティナ打ちましたね。ダブラのみ。これはイチゴさんがお見事だったというと。ナイスな仕掛けでしたね。いや、なんでこれ。お疲れ様でございました。はい、さあこれで福岡麻雀サークル9日会によるリーグ戦配信対局、続く状況です。Aリーグ対局の概要を説明します。上位2名残留、2名降格の入れ替え戦、複数のルールを採用。Aリーグ対局はリーグ戦最高峰の戦い。着順がね、僕多分動いたものだけが挑戦できる。そうですよね。真剣勝負でっやっぱ14で3は変わりますからね。頂上決戦そこにはドラマがある。だからこそ僕たちは配信を続ける。条件を挙げたかったので福岡麻雀サークル9日心を込めて配信を続ける。条件は条件は今の現在の着順ですね。はい、で、あ、そう、最終節でもありますので。あ、そうです。はい、最終節でございます。今日で、まあ、5月の最後なので、じいさまがいた、2年1個差ぐらいでしたね。そうですね。あた、一郎さん21、じいさま22、おかんさん23、ブリッジ24ということで、計算しますと一郎さんが23、じいさまが25、おかんさんが27、ブリッジさんが25ということで、まあ、まだ並んでますね。暫定一郎さんが首位になった。暫定一郎さんが首位ですね。23。で、お母さんが最下位になった。27。4差ですか。23、25、25、27。はい。ちょっとお母さんが。ちょっと苦しいですね。次頑張りたい感じになったというところで、はい、次は最高位戦ルールをお待ちください。はい。